朝。サは、植物表皮の内側にある、柔ら繊維、または、養鶏などから採取される繊維の総称。競技の朝、大麻、カナビス、サチバと、カラムシの繊維は、日本では抗議に、朝と呼ばれ、和装の朝織物、麻布として、古くから重宝されてきた。競技の朝は、神道では重要な繊維であり様々な用途で、使われる。朝袋。 朝名は、和紙などの原料ともなる。日本工業規格で、麻と表記できるのは、チョマの繊維である、ラミーやアマから作られる繊維の理念で、日本では夏用の医療に適している。競技のタ大麻の繊維であるヘンプは、冬用の布としても2010年代に復元されており、乾きやすさとともに保温性もある。本記事では、主に大麻を麻と記す。 朝繊維は、朝ア朝族の朝、大麻草から作られた繊維を指す名称であった。日本では、繊維利用の盛んなこの朝や、またチョマを含めて、朝と呼称していたが、後に、海外より持ち込まれたマなどを含めた、植物繊維全般を指して、朝の名称を使うようになったため、本来の朝カナビス立場をタイマ大麻、アサ、朝、大麻と区別して呼称するようになったとされている。また元来、 ぬさとは、神道にて、神に捧げる、布のことであり、多くが浅地であったことから、浅の地が当てられた。日本で、朝の名称で流通している繊維のほとんどは、甘から作られる理念である。また、日本工業企画にて、朝の名称で流通させて良い繊維は、甘と殻虫のみであり、本来の朝、大麻は含まれていない。家庭用品品質表示法によると、 朝と呼ばれる繊維は、チョマとアマ、リネンの2種類を指す。これらは、光沢と通気性があり、肌触りの良さから、夏物の衣料品や新装具などに用いられることが多い。繊維的には、羊毛や綿花より硬いので、硬質繊維と言われる。なお、甘色とは、黄身を帯びた薄い茶色のことでアマから来た式名である。朝の字は、競技の朝、大麻を指したり、講義に、 類似の繊維の取れる植物を総称する。カラムシについて、カラムシ、同じく、カラムシとも書かれる。青素とキ、チョマを刺し、これは、上腐のための良質な原料である。同じく、素と読むとき、万葉集にも見られる夏、朝引く、夏祖引くという夏の枕言葉がある。おというとき、単に朝やチョマの紐状の繊維を刺す。カラムシの尾を作ることを、お引きと呼び。 成長が遅れ短くなった原料とするにつれ順に、親から虫、親祖、影から虫、か、げそ、子供から虫、子供祖と呼ぶ。朝のから虫、朝を作ることを、お引きという。しかし、から虫引きと書くこともあるかもしれない。名称が混交して、朝をから虫と呼んでいることもあり、宮城県の長子で、から虫を吹かすと記しており、本来虫のは、朝なので、 さらに、カラムシを天命に含む高齢者を訪ねると、種をくふかすなど朝の特徴を語ったため、その地区では朝をカラムシと呼んでいたとされる。岐阜県でも朝をカラムシと呼ぶ混行が見られた。場所か場所属のマニラ朝、ムーサテックスタイリスや、流絶卵か流絶卵属のサイザル朝、アガーベシシラナは、船舶ーロープとして用いられる。品の気活な素族の子馬。 コーカラスキャプスレリスやシマツナソ、コーカラスアラトリアスがから取れるジュートはいわゆる、アサ袋を作るのに使われている。2000年頃からは、アフリカ原産で、アオイカフ洋族のケナフ、ヨーアサ、ハイビスカスコナブノスから取れる、繊維、ヨーアサ、アンバリアサ、ボンベイアサもジュートの代用で注目されているほか、紙の繊維分としても利用されている。おは建材、墨、 打ち合わせ毛花火に使う、プラスチック原料などに使われる。盆上鎮で炊く。かやぶき屋根の下地ともなる。岐阜県、日吉神社の神戸三能祭りの松明に。岐阜県高山市の伊賀基神社、伊賀基では、正月に、浅野城へ起きた若い主が、米や、小豆、大豆と共に、浅野茎を煮込んだ館長、管が、維神事を行っており、無形文化財となっている。 京都でも朝の茎を松明とする伝統行事、白屋のよう松明が行われている。朝、コナベスサチバは世界最古の繊維作物とされ、その繊維は縄文時代の遺跡から出土されているが、その正確な道程を進めた研究者は少なく、またしかし2010年代には研究が実施できるようになりその進展が見込まれている。朝製の縄や籠も発掘されている。 大麻取締法、1948年制定があるため、むやみに入手できなかったが、幸い免許取得者の協力を得ることが可能となったということである。布目淳道の1983年の報告と、目で見る繊維の考古学、1992年から最古とされる、鳥浜遺跡の縄文時代の早々期の名は3点の、原料は大麻に大麻様1とされていたが、 このうち一点は再調査したところ判定不能であったことが2017年3月に報告され、またこの時期の縄に多い繊維として両面品が挙げられている。弥生時代の布はほとんどが空虫ではなく朝製である。騎士和人伝では朝朝が育てられていると記され、朝麻を意味する朝を分けるのか議論が分かれるが、五官所山和伝では朝朝と記され、 一般に分けて読まれる。和平、握手、握体とは、大や古くは国による、白、布、あるいは麻や絹の織物を指し、古時記の、天の岩戸の伝承の中で、まさか木の上枝に八尺曲がり魂、八坂の曲が玉、中枝に、八田鏡、八田の鏡、下枝に、白に寸主、白に、着手と、青に寸主、青に着手をつけ、布刀みてぐら。 ふとみて蔵として捧げ、のりとを唱え、踊りを踊ったところ、アマテラス大臣が顔を出しよが、再び明るくなった。この周囲によれば、朝によって、青は平、青に着てを、国によって白は平、白に着てを作ったと記される。神に捧げられた布を刺す、ぬさに、朝が使われたことから、朝の字が当てられたのである。儀式が形式化され、払え具の大麻、王のぬさが生まれた。 万葉集に、夏朝、夏祖、引くという枕言葉があり、夏祖を引いてイを、産むと、朝の皮を剥いで糸を紡ぐなどという意味で使われる。演技式では、アワインベが、天皇即位の大上祭に際して、神服、噛む味噌としての朝で折った祖福、新たを調信することと定められている。また、他にも、かずの国の猛田軍、現在の千葉県木更津市や袖ヶ浦市あたりの、 朝織物の棒田布は最高級品であり、大城祭や剣刀士の功能の品に使われた。徳島県小屋平村の三木家に伝わる古文書では、1260年文王元年の亀山天皇の戦争大城祭にて、祖福、新たよを信条したことが記されており、それ以前からこの役を担っていたと考えられ、 和紙としての和紙は、小僧院の文章をはじめ古くから用いられており、その剣持町では757年、天平勝つ八8年6月では、白朝神、七7月は、緑ま紙、天平実事2年6月では、壁ま紙であり、赤、木など、様々に残っている。奈良時代から平安末期にかけて社経が流行し、おびただしい数が、今日まで残存し、 国紙が登場すると、マシは上質な紙としてのくらい、図形を残しつつ、主流ではなくなったが、社経においては重要視されただけに、上質の紙を使ってあり、後の昭和時代初頭の紙の歴史の研究に便利なほどであった。演技式には、マシは麻を材料としたものと、麻を材料とした布を材料としているものに大きく分かれると書かれている。群馬の岩島麻は、過去に、 上州北朝と呼ばれ、安ず二色、黄金の一といった最上級の製品を生産しており、織物としての風合いがよく幻の朝と言われる。戦前では、1909年の小学校の理科の教科書で、タイマーについて教えられており、栽培方法や繊維の製法、用途としては、布、糸、縄、穂、下駄の糸口、かやぶき屋根、 小鳥の餌に朝飲みを、また、朝油があるとしている。また、中学校の教科書では、加えて、紙に用いられることが教えられており、教員用の教科書では、大麻は、衣服の原料として、目のない時代から今日まで広く栽培され、重宝されたと記載されている。戦後、大麻取締法によって、繊維用の大麻まで栽培が非常に厳しくなり、大麻布も、 ほとんど作られなくなった。1977年には岩島麻保存会が発足し、後に群馬県選定保存技術第1号に認定されている。天皇即位の大上祭は徳島県の淡木部の末裔とされる三木家による麻の献上が通であったが、1990年の天皇即位の大上祭では技術が途絶えた徳島に、 岩島麻保存会が技術を提供した。岩島麻は、宮内町、神社町、日本民族工芸技術保存協会などに収められ、幾ばくかは、奈良ざらし、大見城府のために出荷され、使われている。長野県、木那佐では、従来、畳糸としての麻が生産されており、2008年には、栽培から製造までを地元で復元できるようにと、復元教室が開催され、 製造された糸は、柔道の行動感の畳を再現したい、畳職人に提供される予定だとされた。画家出身の吉田新一郎が大麻布の収集や研究に取り組み、2014年にエーベックスグループなどと協力して、大麻布製品のブランド、マヨミオを立ち上げた。国の認可を受けて栽培したタイマからの国産繊維の製造も進めている。は、 生育が早く終了が多いことから農業振興のため活用を模索する地域もあり、北海道では北海道産業用大麻協会、旭川市が設立されたほか、道庁や道立研究機関、道議会が原料としての利用を検討、研究している。土産業用大麻協会によると、ロープや紙、住宅建材など2万5千種類の工業製品の原料になるという、 一方で、産業利用への反対、慎重論も多く、鳥取県の平井新次知事は、産業用を含めた栽培を全面禁止する薬物、乱用防止条例改正を進める意向を2016年10月に表明した。三重県では、工学館大学と三重県神社長が、新次に用いる麻の栽培を申請した。2018年に許可を認める方向性が示された。 室町時代に、越後、新潟に、越後青はおそざが組織され、青おその販売が独占され、後に、あ津、福島での生産が盛んになり、東北地方は、ちょまの生産が盛んとなった。江戸時代には、宇州、現、山形、秋田の唐虫の米沢カラムシが上質とされ、ならざらし、越後縮みに使われた。現代において、日本で最高品質の唐虫は、 福島県の昭和村にて栽培され、カラムシ織が製造されている。刈り取られた朝は、その午後には、小釜に2の3分浸し湯かけをする。それから屋内で3から4日干して乾燥される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。